はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケリーです。ブラスフェマスの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、この本土、本土をこう一通り攻略して、でこのロザリオですね、ロザリオの装備できる場所をこう増やしてもらった感じですね。でこのロザリオのソレダットさん、ソレダットさんのグラフィックがだいぶ、オリジナルの時よりも、大幅に、強化してもらってましたね。で、今回どうするか。このまま下を攻略していくか、この気になる仕様の残響ですね。こっちですね。こっちやっぱちょっと気になりますね。ワープして、テレポートして、危ない。下から本当に強い。こっちは、違った。あ、これはこの花が咲いてるということは、ヒブラエルさんがいた。You have prevailed in your first clash. The first. 一人目のアマネシダはその目を閉じ、安らぎの地へと旅立った。The ancient miracle never forgot. 太古よりの奇跡が5人を忘れたことはない。5人いるってことか。あと4人、アマネシダ。気まぐれな意志によって彼女らを縛り、女性なんだ。呪い、教団かな？教団したのだ。不測の事態に備え、奇跡は彼女らを眠りにつかせた。そして今、その時が来た。不測の事態。このペニテント1の存在のことかな。ペニテント1を止めるために、眠りから目を覚ました感じなのかな。Do you want to make the bronze sing? はい。あ、ここか。はいはいはい。One Amanecida has already awoken, which is why the Saita is already resounding. The Amanecidas of the Miracle.
どうやって。いやー、全部つけてるし。こういうのでなんかなるとか。多分これ届、いや、届かないな。ん？何か新しいアイテムがないと取れないんじゃないかな。なんだ？今なんか動いたな。なんだこれ？何か意味があるのか？下にあれがいる。わかんないなぁ。これなんか意味あるのかな、このランタン。ここと繋がるんだ。でも取れないアイテムとここ行けないですね。これはちょっと忘れないようにしないと。で、あまねしだ。あ、ここですね。ダメだな。近いのはここかな。よし。じゃあ行ってみましょう。あっ！ちょっと、まずは、電撃は使わないですね。処刑をするチャンスがないんで、電撃を外して、さらに防御力。接触ダメージも外して、これかな？フラスコ瓶を飲んでる時に無敵になる。で、フラスコ瓶がなくなったら、これだ。感謝の印。フラスコ瓶の中身がなくなると、介護者の力が強くなる。
よし、じゃあ行ってみましょう。黄金なる刃の天音師だ。ああ、しょ。とりあえず動きを読まないと。これは下に投げてきて。ぐるぐる。これは、ああ、あれと同じか。地面が。またな。ちょっと待って。あ、使っちゃった。びっくりして使っちゃった。炎か。じゃあ防御力こっちを外して、キルセ。危ねえ。うわ、どんどん。いやでも硬いな。おっ、やばい。自分からやったな今。あつあ。回復。待てよ。そろそろ。外して感謝の印。これはよし。うわ、狭すぎる。ジャンプ早い。ジャンプ早いです。あれ、これでもなんとかいけるんじゃないか。よいしょ。あ、ジャンプ遅い。ジャンプ、じゃ、はい、死んじゃう。死ね。ほら、よし。おお。なんとか。これでどうなんだろう。もしかしてここ行けるようになってるとか。ちょっと見てみましょうか。いやー、なんとか倒せましたね。青色の絹に、黄金の、説明文は同じですね。伝承。あ、伝承は違うんだ。それは、黎明の光。霧を晴らす灯火。残りじゃあ3人かな ?5 人って言ってたんで。で、戻しましょう。電撃。接触ダメージ。
あれ開いてないな。あ、いない。あ、死体があるな。地中の道は人を惑わす。これらのトンネル。待てよ。風や海はどこにも見当たらない。マストの頂点にある青い炎でさえ、我らの手を焼くことはない。何かヒントを言ってるのか、ちょっともう一回。わからないな。なんだろう、もう取れるのか、それとも今はまだなのか、ちょっとわかんないですね。じゃあ先にこっち行きますか。あ、痛い。特にないですね。
毒ガス。早食い外して、こうかな。あー、両サイドにトゲが。これは、電撃チャンスを狙って。よし。回復。回復したら電撃。あ、なくなっちゃうのか。こいつをやるには。ダメか。よし、電撃タイム。来ました。よし。あ、いたね、こいつら。あ、ばっ、ちょっと、なになに？あっぶねえ、ギリギリだった。よーし。トゲの茨かな？やだな。あった、こいつ死ぬ、あぶね。やだ、ロザリオか。戻った方がいいかな。いや、もうちょっと進もう。これが、この言葉が命取りに。
強くなっ、危ねえ。待てよ、落下防止は装備してる。やべ、暗い。くそ、回復。もうないよ、回復が。まさか。やめくらっ。ふっ。ふっ。ちょっと。そう、痛い痛い痛い。ああ、死ぬ。ふっ。ちょっと待って。ちょっと待ってよー。もう防御力もクソもないんで、これ外して、時折、フラスコ瓶、これか、敵に攻撃をすると、奇跡的な力によって単純のフラスコ瓶を満たしてくれる。しかし、ごく稀だと。これそうでしょ。どうなるんだ。ああ、涙になる。いやーこれ帰った方がいいかなー。ああ、ちょっと。死なないように動くには、左にジャンプで、あー後ろから。2匹のことしかも考えてなかった。まさかレイピアがいるとは思わなかったな。これですよね。うん、こう欲を耐え
欲を出して先に進むとこうなる。ちゃんとピンチになったら戻らないと。はい、そうですね、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。